家族の気候の真相、自分の身に起こった今でも信じられない実話です。まだ僕が中学3年だった頃、父親と母親とまだ小学校低学年の弟の4人家族でした。紅白歌合戦を見終わっていい初夢でも見れるかなってな具合で寝たのは良かったんですが、真夜中に悪夢を見て突然起きました。見た夢の内容は思い出せないのですが、心臓は音が聞こえるほど激しく脈打っていて、油汗を全身にじんわりかき、まるで冷や水を背中から流されたかのように布団からガバッと起きた体勢のまま硬直していました。新年早々に悪夢かよ、最悪とか思いながら、また寝れるわけもなく、カラカラに乾いた喉を潤すために冷蔵庫のあるリビングに行くと、深夜2時ごろなのに家族全員が抱き合った格好でテレビの前に座っていました。テレビはつけっぱなしで、深夜なので番組がやっていないのにもかかわらずニュース番組の画面が映ってました。しかも無音で、それに窓という窓が全部開けっぱなしになっていて、外と変わらないほど寒いんです。明らかに様子が変でした。ゾッとする寒気を感じました。何やってんだよ、頭おかしいんじゃねえのと震えながらだが、半ば切れたように怒鳴ると、弟はだってと言うと泣き出してしまい、それを見た両親は終始無言、無表情で窓を全部閉めてテレビを消し、うずくまって泣いている弟にもう寝なさいってな感じで寝室に連れて行きました。新年早々気味が悪すぎる出来事に遭遇しまくって寝る気が起きないので、その日は自分の部屋で漫画を読みながら朝を迎えました。朝になって両親に昨日の真夜中何やってたんだよと聞くと、両親は、はあってな具合。昨日の喜怒哀楽のない顔と今の怪訝そうに俺を疑う表情のギャップで、俺は幽霊ってやつかとかなりパニクった。まあそんな話を友達にしても疑われるだけだし、12月に彼女に振られたのもあって、きっと精神的な疲れから幻覚を見たんだろうってな感じに処理しました。それからしばらくしてまた真夜中に悪夢で目が覚めました。今度は微妙に内容を覚えていて、見知らぬ人に後頭部を殴られる夢です。なぜか起きてもじんじんとつむじあたりが痛いんです。そしてなぜかコンビニなら安全とか意味不明なことを考えてました。頭の中は幽霊に襲われたって考えが支配して、パニクってリビングに逃げたんですが、誰もいないし、なんか夕食の焼肉のせいか焦げた匂いが浮遊してて、しかも新年早々にリビングであった奇怪な出来事を思い出し、またもや眠れぬ夜を過ごしました。そして2月の初め頃になると体が異常に痒くなってきました。最初は単なる乾燥肌と思ってましたが、背中と頭が特に焼けるような感覚を覚え、ボリボリかきむしっていました。一向に良くならず、皮膚科に行って塗り薬をもらい、風呂上がりに薬を塗ろうとすると、弟が塗らせてと懇願するので背中を突き出してやると、何を思ったかバチーンと背中に張り手を食らわしたので、痛さのあまりふざけんなってな感じで怒ります。必ず俺の怒鳴り声で泣く弟なので、みるみるうちに目に涙をためて、ああ泣くぞ泣くぞって思ってると、声も立てずに涙をポロポロ流します。変なことにどんどん顔は色味を失ったような感じになって、ついには無表情で涙だけを流すだけといった感じでした。めっちゃ気持ち悪くて両親の方を見たら、これまた両親も無表情で涙を流してます。もう完全に放心状態。よく見ると
口元が微妙に動いてて何を言っているのか分かりません。あ、聞こえてこの程度でした。その瞬間、自分の周りの景色が真っ赤になり、徐々に色あせてセピア色になって意識がなくなると思ったら、いきなり周りの景色が一変してました。どっかで見覚えがあるようなと思ったら、いとこの家でした。深刻そうにおじが俺の顔を見ています。え、なんでここにいんの？全然事態が飲み込めません。そのうちぞろぞろと周りの人たちが集まってきました。最初は今までのは全部夢だったのかと自分で憶測してましたが、おじの家にいる経緯が全くわからないし、なぜか祖父母もいるし、あちこち包帯だらけで完全にパニック。記憶がないならない方がいいんじゃないかとか祖父が言っていたのですが、おじはこいつには何があったか話しておかんとなら、まだ犯人も捕まってないし、一週間後にまた警察の人が来るだろうってな具合でおじから全貌を聞いた。僕の家族は1月1日に何者かの放火にあって全焼したようです。僕はたまたまコンビニに行っていたので助かったみたいなんですが、犯人と思われる人を見たため後頭部を殴られ、全身をバットかなんかで滅多打ちにされて記憶を失ってしまったそうです。搬送先の病院でずっと生死をさまよった後、回復してからおじの家に引き取られたそうです。そして今は3月、2ヶ月も記憶を失ったままリハビリを続け、たった今記憶が戻ったとのことでした。僕は号泣しました。いっぺんに大切なものを失ったのを2ヶ月も過ぎてから分かり、ただただ泣きじゃくる顔を祖父母とおじに見られていました。おじは黙って目をそらしていましたが、祖父母たちももらい泣きしてわんわん泣き続けていました。体中には青あざが無数にあり、包帯がミイラのごとく巻いてあり、節々が曲げるたびにチリリとした痛みが走りました。なぜか真冬の真夜中に全部の窓が開いてあったことと、無表情で固まり合う家族、見知らぬ男に殴られる悪夢、突然真っ赤になった景色、まるでジグソーパズルのように謎がピシピシとはまっていきました。結局犯人はいまだに捕まっていません。そして背中の包帯を取った時に、僕の青あざが残る背中には弟の手のひら状に無傷だった跡がありました。事件から5年経ち、あざが消えるのとともにその手のひらの跡も消えてしまいました。僕にとっては忘れられない事件です。話自体は怖くないと思いますが、犯人がいまだに捕まっていないことを考えると、僕はそっちの方が恐ろしいです。